はい、こんにちは、村野さとしです。今回はですね、脇を分かったこと、気づいたこと、思ったこと、これを国語の授業でも使いましょうという話をしていきます。分かったこと、気がついたこと、思ったことをできるだけたくさんノートに箇条書きにしなさいという指示ですね。これは普通社会科の授業で資料を読み取らせる際の指示として、これ定番なんですね。まずはたくさんのことを資料から読み取らせる、そのための指示です。で、この指示をですね、社会科だけでやってるのは非常にもったいないんですよ。私ね、結構国語の授業でも取り入れました。で、やってみてびっくりするんですけどね、例えば詩の授業ありますね。十分に読ませた後に、この詩を読んで分かったこと、気がついたこと、思ったことはできるだけたくさんノートに箇条書きにしなさいっていう指示をするとですね、子供たち結構細部まで読み取ってノートに箇条書きしていくんですね。で、1学期に国語の授業で詩の読み取らせ方、いろいろね、分析的に読ませるような方法を実践してきていればですね、その知識が子どもたちに入ってますので、その脇を書かせるだけで、その詩の主題に迫るような、そんなですね、気づきを子どもたちはノートに書くんですよ。で、子どもたちの書いたノートを見てみますとね、その単元の主な発音に使えるものとか、そういうものがたくさんあるんですよ。ですから、それらをですね、子どもたちに発表させて、そしてそこから教師が取り上げて、発問としてもう一回子どもに返してね、ねえねえちゃんがこういうこと書いてるんだけど、みんなはこのことどう思う？賛成の人、反対の人、はい、じゃあ話し合ってみましょうみたいな形で授業は進められるんですね。そうするとですね、最初から先生が持ってる発問をポンって出すよりも、もちろん先生は持ってなきゃいけないんですけども、教師が持ってるものを子どもの意見と結びつけながら子どもたちに問いかけることができるわけですね。そうすると先生が急に言った発問というよりは、なんか子どもたちの意見の中から出てきた発問という形になって、非常に授業がこう自然な形で流れるんですね。自分の意見を取り上げられた子どもはとても嬉しいじゃないですか。ですから、ぜひこれやってみてください。物語教材でもね、結構出てきますよ。もちろんですね、1学期に例えばね、物語っていうのはこういう構造をしてるだとか、語り手と作者は別だよとか、語り手の視点だとか、クライマックスだとか、そういうことをですね、教えておけばですね、それがですね、子どもたちの内部情報、本人の知識としてこう入ってますので、先生が改めてですね、そのことを問わなくても、子どもたちに脇を書かせるだけで、結構その中にですね、大事なことですね、中心的なことに触れてきている子どもたちがたくさんいるんですよ。ですからね、それをぜひ取り上げるということをやってみてください。というわけでね、分かったこと、気づいたこと、思ったことをできるだけたくさんノートに箇条書きしなさいは、特に社会科の専売特許じゃなくてね、国語の授業ですね、音読させてからちょっと一回行ってみてください。そして子どもたちの意見を発表させ、その中から教師があらかじめ発問しようとしていたものと結びつけながら授業を展開すると、よりですね、いい授業になっていくんじゃないかなというふうに思います。で、特に2学期の最初ですね、詩の教材も出てきますし、この後ね、物語教材も出てきますから、ぜひやってみてほしいなというふうに思います。そしてですね、夏休みももう終わり、9月の4日まで村野さとし教材開発ショップではキャンペーンをやっています。新学期に使えるさまざまな教材置いてますのでね、ぜひ概要欄からご覧ください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。